ユーフノフの紋章、ユーフノフは、ロシア連邦のカルーガ州にある都市。首都モスクワの南西 150km、州都カルーガの北西 85km に位置し、丘側の支流ウグラ側の右岸に、町が広がる。人口は7692人、2002年、国勢調査、1989年ソ連国勢調査では6059人。 最寄りの都市は3 3トル離れたカルーガ州のモサリスク。ユーフノフの風景。ユーフノフは最初にこの地に入植したというユーフナという人物の名に由来するとされる。1410年には修道院の所在地としてユーフノフという地名が記録に登場している。後に修道院はモスクワ大公国の南部国境であるウグラ川を守る要塞となった。 ロシア・ポーランド戦争中の1611年には、ポーランドリトアニア軍に蹂躙され破壊されたが、1633年までに修道院は再建され、18世紀には石造建築に建て直された。1777年、エカジェリーナ2世の地方行政改革で、ユーフノフは死となった。ユーフノフは市場長として重要であり。 1796年から1922年までスモレンスク県の一部であった。1921年には大火にあっている。この大火と第二次世界大戦でのドイツ国防軍とソビエト赤軍との激戦により古い建物はほとんど残っていない。国道 A101 号線が通りカルーガブヤ島間の鉄道にも近い。産業は食品工業、製材料、 蛍光業が中心であり規模は小さい。付近は農業地帯である。ありがとうございます。